同説が40に対し高評価が39だと、ほぼほぼ全員押してくれてるじゃねえか。前回までのあらすじ、フエンタウンに行こうとしたら恥付けタウンに到着してしまったです。よろしくお願いします。前回ねガラス細工のお店をねちょっとねスルーしてしまって、そこ行きたいんだよね、街探索前に。これちょっと行こうかと思ったんですけど、パソコンの前にお姉さんがいるんですけど、ちょっとこれ一応話しかけてきますか。これはなんかやってんのかな。こんにちは、パソコン使いたいんですけど。あなたは？あ、ジャンチーです。ジャンチーちゃんというのですか。あなたトレーナーなんですね。そうです。ということは、え、私の作った預かりシステム使ってますね。まさかの制作者。え、だって使いたいからパソコンの前にいる私に話しかけてきたというわけですよね。まあそうですけど、簡単な推理です、名探偵。私、まゆみと言います。預かりシステムを使っているトレーナーに会えてすごく嬉しいです。お世話になっております。よかったら私の家にも遊びに来てください。114番道路にありますから。へえ、あ、この先ってことかな。まゆみさんだ、覚えておこう。ガラス細工の店、火山灰からガラスの道具、ここですね。頼もう。あ、なんかベイビーがいるぞ。この辺りは火山灰だらけ、ペコペコ。私すごいよ、ペコペコ。火山灰をガラスにしてね、それで道具を作るよ、ペコペコ。ペコペコおじさん、君もこれで火山灰集めなさい、ペコペコ。灰袋を手に入れた、ペコペコ。ジャンチーは灰袋を大切なものにしまった。その袋を持って灰の積もったところを歩くと、あら不思議、袋の中に火山灰がどんどん溜まっていくよ、ペコペコ。火山灰が溜まったと思ったら私のところに行きなさい、ペコペコペコ。ペコペコおじさんだ。親方が話すのに合わせてビードルを吹くと楽しいか、ペコペコペコポコ。あ、そういうこと。ペコポコペコポコどこどうだ。ちょっと歩いて火山灰集めてきますかね。ここら辺かな。ダダダダダダダ。このパチールでもなんか可愛いですね。おー、ゲットした。目がいっちゃってたから混乱ポケモン。え、ブチパンダポケモン。ブチパンダ。君は？おう、さ、今日初バトル、マットショット。ああ、うい、ここでクソ、あー、自爆すな。自分の姉ちゃんを大切にしろ。ナイス。クソ、ここで毒ガスかよ。さらば忍びのものよ。やばいやばい、死んじゃう。やばい、命を尽きるな、急げ。大丈夫、いける、いける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 、急げ急げ、間に合う。ああ、うまくない。第3の目が開花してるじゃん。なっけ、やばい。こいつワンレンみたいになってる。ジャンチューと似てんじゃん。まだあと108歩。これ待って、これちょっと待って、結構だな。うわー、あ、初見様いらっしゃいます。あー、なんかかっこいいの来たぞ。おー、やめのが来た。かっけー、捕まえよう。おー、もうダメか、ね、なあ、ダメだ。え、これダダ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 ってやったらできんの。連打してるよ、こういうこと。だー、おダダ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 。火山灰が集まってる。ペコ、来た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 。ビードルはなんとなくガラスで作るからわかるけど、綺麗な椅子、綺麗な机とは、これもガラスで作られるってこと。すげえ、ペコヤジあるじゃん。何しよっかな。赤いビードルにしよう。ジャンチューのカラーは赤だから。赤いビードルだね、ペコペコ。だけどそれを作るには、はあ、ここまで来て火山灰が足りないって。なんで。この経験則からいくと、多分一番上の青いビードルは作れるんじゃないかと思うので、青いビードルだね、ペコペコ。本当にそれでいいんだね。じゃあこちらで大丈夫です。青いビードルを手に入れた。ガラス状態でできた笛、眠り状態を回復する。おー、なるほど、状態異常回復アイテム。あ、ビードルは何回でも使えるんだ。へえ、ここあれだな、ここダウジングするとなのかな。さっき足元ですごく反応している。え、じゃあ A ボタン、ここ。あ、だ、金の玉を見つけた。おー、え、これ何、金の玉がここに沈んだことによってこのクレーターができてんの。なんかね、前回あらすじ2として、そういえばインタビュー受けましたね、バトル戦って。まあ行きますかね。トレーナーを求めて
はい、私は今111番道路に来ています。今日はここで新しい才能を発掘しようと思います。今日私が注目したトレーナーは、はい、ジャンチーさんです。はい、分かりきっておりました。対戦の後、ジャンチーさんに今の対戦の感想を聞くと、うるさいって答えてくれました。ジャンチーさんのポケモンの沼黒とキノココ、そしてうるさい、なんか意味の深い言葉ですよね。いや、ただただうるさいでした。柄悪いですね。大昔のポケモンってどんな姿だったのかしら。この街の外れに化石マニアなら教えてくれるかも。おお、化石マニアの、あ、これさっき教えてくれたやつか。ほん、おや、ん、こんにちは。僕の兄ちゃん化石マニア、化石大好き、ナイスガイさ。ちなみに穴を掘るのも大好きで、この穴も自分で掘ったんだ。とんでもねえクレイジーボーイですね。自分の家に穴ぼこを開けてしまうだなんて。これをあげるから、君も兄ちゃんみたいに穴を掘ってみなよ。お、やったー、ゲットした。技マシン28点に入れました。てってれー、ジャンチーは技マシンをゲットした。これ穴を掘るじゃないですか。チェック。あー、やっぱり穴を掘る、ゲットしました。さてと、これっていうことはこの奥に行けんのかな。あ、行けた。え、なにここ。え、お兄さん、やっぱりクレイジーボーイだったよ。家の裏になんか洞窟みたいなの作ってんだけど、なんじゃこりゃ、なんだこれ、ん、これ何、入った。怖い、話しかけるのが。僕化石マニア、化石大好き、ナイスガイさ。君も化石が欲しいの。欲しいです。ここで見つける化石は全部僕のものだからあげないよ。まあそりゃそうだな。どうしても欲しければ111番道路の砂漠に行きなよ。聞いた話では、砂嵐で砂の中に埋めてた化石が表面に浮かぶことがあるそうだよ。へえ、あ、情報教えてくれたんだ。ちょっと話しかけてみるか。ソライシ博士はアクアダンの人と一緒に114番道路にある流星の滝に行きましたよ。ナチュラルにアクアダン、なるほどね。これから行くってことなのかな。うん、100なんかでも14番道路に真由美がいるって言ってたの。真由美、あー、真由美会いに来ましたよ。あー、真由美の家、やべえ。パスポートあるもらった。なんと電子メールが来ていた。あれ、これ見ちゃっていいのかな。君の預かりシステムなかなか便利やな。いろんなところに女性らしい気配りがあって使ってて楽しいし、一緒に開発した仲間として嬉しいわ。ほな、これからも預かりシステム研究頑張ってな。誰、あれね、あんな、なんだここ。あ、入っちゃった入っちゃった入っちゃった、ミスった、ミスった、なん、ふう、なんか、おお、見ちゃったけど、ここは流星の滝、通り抜けると必ず見して、おお、こっから行けるんだ、行ってみよう。あれ、はい、ダウジング使います。これは怪しいぞ。来た、来い。いや、一問題あるかもしれない。わずかな位置を微調整する。くそ、ダメだ。いや、こっから行ってみよう。絶対にここには何かがあるはずなんだ。来い。嘘だろ、いや、こう、そう、わかった、最後こっから攻めよう。いや、絶対あるよ、ここ、あるって、だってここにもあるって。くそー、うん、登ろう。あー、ここやったなんでもないしだ。またバッグがいっぱいだ。もう預けてくれよかった。おーおーおー、月、月のモノポケモン、隕石だったか。私もう一個のサブチャンネルの方のショート動画で小学生男子ってずっと思われてたんで、結構言われて、少年の小学生の少年の、おおと言ってたら、おいおい、ここ怪しいじゃないか。こっちがあれか、うひょ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 、この隕石があれば煙突山が、煙突山のピーピー、うひょ、お前が誰だか知らないが、俺たちアクアダンの邪魔をするなら容赦しないぜ。バトルか。待て、アクアダン、なんだ、なんかどっから声が聞こえる。どこだ。お前らの悪事は我々マグマダンだぞー。のー、なんだなんだなんだ、新たな勢力ができたぞ。マグマ団だ、マババババ、マグマ団までやってきたのか。いちいち相手をしてやるのも面倒だな。まあいいや、隕石は手に入れたし、さっさと煙突山に行くか。おばよ、モルケのマグマ団、なんだなんだなんだ、わかったぞ。これ、あれじゃない、君は、あ、そうか、ジャンチーちゃんと言うのか。私は松草マグマ団を率いてアクア団の野望を阻止しているんだ。なぜならあいつらアクア団は海を増やすといって破壊活動を続ける危険な集団だからね。まあ海がね、あることはいいことですけどね。
大地をこよなく愛する我々マグマ団の敵だよ。分かったぞ。これはきっとサファイア選んだらアクア団で、ルビーを選んだらマグマ団とやるんじゃないですか。松房様、逃げたアクア団を追いかけないと。そうだな。ほう、煙突山で何をするかわからない。ジャンチーちゃん、君もアクア団には気をつけたまえ。あ、でもなんか優しい。ありがとうございます。松房さん、めっちゃいい人。そう、助けを求める声が聞こえる。あなたは。僕、ソライシ、いつもは端付けで隕石の研究をしている博士だけど、アクア団という連中が流星の滝に暗しろ、隕石を取り出してやるから。あ、これさっきあのお家で言われたやつですね、端付けタウンの。ほうほう、だけど僕はアクア団に騙されちゃった。もうあの隕石僕のものにはならないよな。しかしアクア団、煙突山で隕石を使って何をするんだろうね。これはきっと煙突山に行くってことですね。煙突山はどこなんだこれ。あー、あれか、アクア団が守ってたところのロープウェイ乗ったら行けるんだ、きっと煙突山に。戻るぜ。ポケモンも瀕死だったしね。もうここはちょっと爆速で。いや、まだ使え、うん、ハメ玉だと。いやもうこれはアメンボポケモンじゃない。はーい、来た。危険を感じると頭の先っぽから水飴のような甘い液体を出す。これが好物のポケモンも入りを。出た、ポケモンの。またこれは捕食について触れてしまった。アメ玉をビビり、あれですよね、ビビり倒させておやつにしてるポケモンがいるってことですよね。花の蜜的な。あれー、不安鳥いるじゃん。チルト、チルト、チルチルポケモン、綿鳥ポケモン。うん、惜しいですね。チャリ暴走すんだよな。あー、くそ。あ、おー、行ってる。じゃあちょっと突撃しますかね。ここね、あれだったんですよ、前回ここにアクア団がいて行けなかったんだけど、さっきアクア団と会って行けるようになった。おー、開いてる。待って、コンビアップチェック。はい、いつか何か拾いたいな。こんにちは、上りロープウェイ間もなく出発です。ご利用になられますか。はーい、ではこちらにどうぞ。楽しい、ロープウェイだ。おー、一人だ。ご利用ありがとうございました。これ無料で乗れるんですね。なんか、やり合ってますね。ちょっと中、まあちょっと無視して、ここをまずデコボコサンド、トリートフレンド聞いたー。ちょっとまあまず景色を楽しみますか。あ、ここを通ってきたんですね。なるほどなるほど。通り抜けは、あ、できてしまう。あれ、上行けちゃうのここ。もうちょっと上行ってみますか。あ、めちゃめちゃ上行けますよ。あ、むちゃくちゃやり合ってますね。あー、これそろそろ触れた方がいいかな。松草さん、おお、ジャンチーちゃん、いいところに来てくれたな。私に勝ったアクア団を止めてくれ。あいつら奪った隕石のパワーでこの火山の動きを止めようと考えているんだ。それはいけねえ。あ、私マグマ団のやつらめ、いちいち俺たちの邪魔をしやがってと。え、どこで止めればいいんだろう。いちいち俺たちの邪魔をしやがって。まあね、水にもね。お、あ、この先に行くってことか。オッケー、イエーイ。お前は気づかぬうちにちゃんちゅうに負けているのだ。ちゃんと負けてもみんなお金くれるのありがたい。じゃあちょっと上行きますか。あれ、リーダーじゃない。何してんだよ。隕石に秘められた力、この装置で増幅すればたちまち上に煙突山の火山活動が止まる。いずれ冷え切った河口に雨水が止まり、水ポケモンが暮らせるだろう。チュピ、青霧さん、また君か。こんにちは。いいか、すべての命は海から生まれた。そう、海こそがすべてだから、我々アクア団は海を増やすことで新たなポケモンを誕生させる。ポケモンのためにも自然を取り戻す。これこそがアクア団の理想。何も知らない君のような子供に邪魔させるわけにはいかない。邪魔をするならどうなるか、この青霧が分かってあげよう。はい、バトルでーす。テロリン、テロリン、テロリル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 ン。ボスっぽいの進化してる。かっかー、黒いの当たれ。よし、いった。うわ、やだ、超音波混乱じゃん。大丈夫、いける。桜井ちゃんならいける。自分を信じて。あー、うわー、いや、一発耐えるだろ。行くぜ。大丈夫大丈夫、耐えるんだ。オッケーオッケー。おー、しょ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 、自分を信じて。おりしょい、次は。おー、お前サメ肌か。もう遅い、気合を貯めても想定でやるべきだったな。うん、この青霧とアローマなんか油断したか。ジャンチは賞金として2000点出た。さすがリーダー、お金持ってる。まあいい、この煙突山はひとまず諦め。あ、よかったよかった。まあマグマに住むポケモンたちもいるからね。あ、いなくなった。
あ、来た。松伏さん、ジャンジーちゃんありがとう。君のおかげでアクア団の破壊活動を防ぐことができた。だが、まだあいつらの野望はこれで終わったわけじゃない。我々は引き続きアクア団を追いかけるとしよう。ジャンジーちゃん、ではまた会おう。バイバイ。ということはまた会うんですね。ということで、無事勝ったぞーってことで、高評価プチリとくれたら嬉しいです。この機会気になります。これね、次回やりますのでよろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。おやすしゅっぴー。